ヨニアホはフィンランド出身元のサッカー選手である。現役時代のポジションは右サイドバック。アホの故郷はフィンランド南部西スオミ州の州都キュルクにほど近い小都市カーリナである。アホの所属したインテル公式サイトによればアホは2005年にカーリナからさらに南へ10キロほど離れた観光都市ナンタリのクラブ VG-62 で1年を過ごしている。 アホが FC インテルトゥルクに移籍したのは2006年のことで、同年8月以降はレギュラーとして活躍した。インテルはアホ加入から3年後の2008年シーズンに初のリーグ優勝を果たした。2009から10シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでアホはヨーロッパの舞台に初登場した。予選2回戦からの出場であったが、 インテルは、モルドバチャンピオンの FC シェリフティラスポリニ2戦、合計0から2のスコアで敗れた。インテルの失点はいずれもペナルティキックによるものであり、アホのチャンピオンズリーグ初挑戦は、不運な形で幕を閉じた。2013年4月2日、アホは、パイアトイコールハーメ県に本拠を置く FC、ラハティへ移籍した。2014年、FC インテルトゥルクに復帰した。2009年、 インテルでの活躍もあり、アホはスチュワート・バクスター率いるフィンランド代表に初選出された。アホの代表初出場は2009年2月4日の新善試合対日本戦で、フィンランドはこの試合の失点を喫して敗れている。同じく2009年、アホは21歳以下フィンランド代表にも選出されている。アホ要するフィンランドは、 デンマークやスコットランドといった競合をひしめく U-21 欧州選手権予選を勝ち抜き、同国史上初の本大会出場権を手に入れた。迎えた本大会、アホはグループステージ2試合にフル出場したが、イングランド、ドイツ、スペインといった競合の前にフィンランドは3戦全敗で敗れ去った。アホは3戦目のスペイン戦でスタメンを外れ、ピッチの外で終戦を迎えた。 ありがとうございます。